工事してるの？何事？やっほー、翔一さん。姫、姫、姫、ありがとうございます。うるさーい、なになになに、え、外から聞こえてる気がする、なにこれ。ヘリコプターが飛んでたヘリコプターが飛んでたよ。ということでヘリコプターでの音なので多分いなくなります、じきにヘリコプターの音、え、こんな音するんだね。やっほー、かずささん、姫ありがとう。あ、なんか飛んできたライスさんもありがとう。翔一さん、ツナさん、アラビアンありがとうございます。ペンギンありがとう。イクアさんありがとう。お疲れ様です。皆さん、木曜日一番お疲れな頃じゃない。姫ありがとう。山井さん、ヤンカーさん、カズさん、千畑さん、一光さんもありがとう。やあやあやあ、そうね、 G7 サミットだからか。すごい、何のヘリなんだろう。アラビアンナイトギフトらしいよってね、背景がすごいよね、なんかすごいキンキラキンですね。いいね、アラビアン。やっほー、リンさんです。リンさん、びっくりした換気扇とかいうさコメントもあったから、え、なんか換気扇でも壊れたのかなって思ってベランダ見たらヘリだった。やあやあやあ、ご機嫌うるわしゅう。ツナさんもありがとう。そう、偵察されてるね。宝箱もありがとうね。何の宝箱。カズサさん、翔一さん、ありがとうございます。一光さんも姫10個ありがとう。ツナさん、カズさん、ありがとう。人生ハードモードってどうしたん？え、なんかそんな話今してたっけ？人生ハードモードだよね。わかるよ、わかるよ、私もわかる。人生ってハードモードだよね。なんかさ、いい時ってさ続かなくない？いい、なんでなんだろうね。いいことも悪いこともさ合ってるはずなんですけど、いい時は短く感じてね、苦しいハードモードな時って永遠、これが永遠に続くんじゃないかって思うぐらい、あ、気持ちの問題かな、なんかもう永遠に感じるよね。ね、今日は下北太平さんありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったね。見てくださいましたでしょうか。1ヶ月ぶりということで結構短い期間で呼んでいただけて嬉しかった。山井さん、結婚してギフト10個。結婚はね多分できません急に改まって、まあ、多分できないんだと思います。私考えたんですよ最近、いつ
いつか忘れちゃったけど、結婚についてね、もう広島規制がね、交通規制、どれぐらい交通規制されるんだろうと思って、ちょっと普通にバスとかは乗れるのかな、ちょっとわかんないよね。なんか時間によってとかもあるのかな。ゆずきちさん、姫10個ありがとう、ありがとう姫姫ギフトもらって何したらいいんやろさやか姫です。そうなんよハードモードってやり込み要素いっぱいあって楽しいよねって、あ、ポジティブ、いいねいいね、そういうね、そういう、もうそう思うしかないよね。でもハードモードリタイアしないように頑張ります。リタイア？なんて言うんだろう、リセット、ん？え、ゲームでさゲームでさ、ゲームオーバーか自己解決、ゲームオーバーにならないように頑張ります。 F 渋谷さん、ありがとうそう、嬉しいね。新北 FM さん楽しかった。そう、改めてね考え直したの。結婚、多分私はねできない。ね、この前のお正月に母におばあちゃん家に泊まりに行って、お母さんと。泊まりに行って、なんか同じ、ね、和室で寝てて、そこで話してたんですけど、あなたは結婚できないよ、できないから自分で生きていく力をつけなきゃねって言われてて、確かに私は結婚できないかもしれないって、その時の言葉になんか納得がいった、昨日とかに考えてて。なまるさん、ありがとう、ありがとう。そう、やり込み要素はたくさんだと思います。人生はやり込み次第だよね。24日さやかりんいないけどチャートリ公演行くって、楽しんできて、さやかりんがいる公演も来てね、約束約束お疲れさ、星10個ありがとうございます、ありがとう。星10個。せやかりん次第だよ、だって。いや、なんかさ、一人で暮らしてたらさ、人がさ家にいるって考えたらやばくない人が家にいる、
かさ、過去とかも、過去とかさ普通に家族で住んでたわけじゃないですか、生まれてからずっと。なんかその時とかのことも不思議に思えてきちゃって私どうやって人と人が家にいたんだって思ってどういうことって言われてるちょっと自分でも何言ってるかあんまり分かってないからあんまり気にしないで人とさ、人が家にいたらちょっとさ、なんかどうやって生きていくんだろうっていうのをね、この前考えてたんです。だからさ、そんなこと言ってるから多分結婚はできないんですよね。約束って、あ、やった、約束してくれた匿名希望さん、星10個ありがとう、ありがとう。サーヤもやってる育成ゲームがうまくいってるって。あ、まだね、一回もね死んでないです。育成ゲームやってるんですけど、でもね、なんか最近いっぱい寝たって言ってた日あったじゃないですか。その日19時間ぐらい寝てたんですけど、だからさ、スマホとかも一切触ってなくて、あ、もう絶対ゲームオーバーなってるって思ったんですけど、絶対死んじゃってるよって思ってたんですけど、死んでなくて、多分ね、なんかね、その友達同士でお出かけできるんですよ、お互いの部屋に。で、お世話とかできるので、多分ね、サーヤンがお世話してくれてたんですだから LINE でありがとうって一人暮らしに慣れちゃったというあれかもしれないね。ちょっと話がすごい飛んじゃってる。ちょっと時差が生まれてて、今人が家にいることに違和感っていうとこなんだけど、リコちゃんリコちゃんとね同居してる時は大丈夫だった。リコちゃんはねリコちゃんはあのワンちゃんですリコちゃんはワンちゃんです。なんか私が帰省する時かな、リコちゃんと同居してて、私一人が福岡に帰省するみたいな時があってすごいね、寂しそうな目でね見てきてねなんか座って見てきて、あ、ワンちゃんだって思ったの今でも覚えてる。そうそう、命を救ってくれたね、サーヤ。追いつこ、ペットはいいのねって。そう、動物とは暮らしたいな、いっぱい。フクロウと暮らしたい。
みっちゃん、かわいいギフトありがとう。ありがとうございます。追いついた、追いつきました。そう、フクロウと暮らしたいんだけど、フクロウは食事の問題があるからね。ちょっとそこが問題、そこが懸念点ですね。最近暑くなったね。びっくり、急に暑くなったね。でも夜とかまだ肌寒いよね。寒暖差、結局ストーブ閉まってない、まだまだ閉まってない。だって昨日もね使ったんですよ、結局夜。え、昨日も使ったの。いや昼間とかは暑いけど、夜なんかね、テーブルがあって椅子があって、その隣にストーブをね置いてるんですけど、もうなんかその椅子に座った時ってこれまでの習慣的に結構もうストーブつけてたから、なんかもう習慣としてつけちゃってて、昨日も使った。でもそろそろ直します。扇風機もいるのかな、そろそろ。夏が来てしまうね。夏が来てしまうよ。私は冬派なので、扇風機とストーブ並べとこっかな昼間とかはストーブつけて、あ、違う、昼間は扇風機つけて、あ、両方つける、両方つけようかな。両方つけたらどうなるんやろ無駄な検証しようかな。あ、温風のヒーターになる。あ、そう、そっか、あったかい熱が、熱風が舞うだけ。あ、そっかそっか、サーキュレーター、ただのあの温かいのを広げることになるだけか。そうかそっか、ファンヒーターと同じか。地球に厳しいって、地球に厳しいからやっぱやめとこうなるほどね。あ、そう、今日ね下北 FM さんでミニコーナーってまだここに置いてある、どっち派みたいな企画がありましたけど、皆さん私がどっち派か答える前に分かった、当てれた。あ、でもみんなにもちょっと聞きたい、同じ質問聞きたいな。ちょっと待って、台本、どっち派企
さやかの私はこっち派です。天の弱やった、天の弱だったうそ、そんなじゃない、そんな私天の弱にしたつもりないよそこまで、そこまで。え、じゃあ第1問、たい焼きはあんこ派カスタード派。いや、まだあの下北ヘムさん見てないっていう方も予想してください、私どっちって言ったか。え、でもみんなも聞きたい、みんなどっち、たい焼きはあんこ派カスタード派。あんこ、あんこ派が多い。あんこ派が圧倒的じゃない？カスタードもちらほら。あんこ派がカス、え、安納芋派って、え、私ね、初めそう書こうと思ったの、安納芋派なんです私、あの実を言うと一番好きなの安納芋派だったんですけど、さすがにそのあんこ派カスタード派って聞かれてるのに、あんの芋って書いたらちょっとなんか問題として成り立たないかなって思って、ちゃんと私は真面目に答えました。私は白あん派です。白あん派です。あんの芋、芋あん美味しいよね。私は白あん。字がまとまってるってね、この白あん字がちょっと四角にまとまってるの好き。あの私の名前さ、私の名前原田さやかって言うんですけど原田さやかってなんか字もね、結構四角にまとまってるんですよ全部。原田さやかって四角にこう囲える感じなので、ちょっとシンパシー感じます。白あん美味しくない？私白あん好き。ほうほきっと、うぐいすあんほき、白あん好き、白あん食べたくなっちゃった。あんまりたい焼きってさ、いただい、差し入れとかでいただいたり、おばあちゃん家とかで食べたりとか、そういう感じでしかあんまり食べないから、食べたくなってきた。白あん、そうだね、広島クラブクアトロさんでライブさせていただくとき、差し入れでいただくこと結構ある、多々あります。近くにね、美味しいお店があるので第2問、第2問なんだった？プリンは固め派柔らかめ派？プリンは固め派柔らかめ派？どっち？気になる。みんなどっちが好きなんだろう。私は固め派です。固め派、断然固め派。プリン気分次第。ドロドロ派、それはプリンじゃないそれはプリン、それはなんだやわらかめが意外といい。焼きプリン、
結構いい。とろけるやつ、とろけるやつか。うん、お固め派。プリン。一生私も喫茶店の固めプリンが好き。さやかりんはポムポムプリン派だと思ってたわ。それは正解だけど。それはそう。あ、そう書いたらよかった。プリンは、でも違うか。それはちょっとなんか違うな。何プリンとかだったら。ポムポムプリン派って言えたけど。でもちょっと言えばよかったな。ダダン、ポムポムプリン派です。ポテトカリハリ、カリカリ派、シナシナ派って、え、カリカリ派以外、え、シナシナ派の人いるのかな。第3問、ホワイトシチューと一緒に食べるのはご飯派、パン派って。ホワイトシチューと一緒に食べるのは私はパンかな、パンかな。6月お話し会初めて撮りましたって、ありがとう。話そうね。新潟のひろきさん覚えとこう。話しましょう。嬉しい、ありがとう。お疲れさん、姫ありがとうございます。姫です。え、ご飯が多くない。あ、でもパンも、え、でもご飯がなんか多いね。クロワッサンちょっと珍しい。冷やご飯、クリームシチューと冷やご飯って合う？あやパンか。それは私も、それはそうだね。え、ホワイトシチュー、え、でもなんかさ、もうホワイトシチューを最後に食べたのいつだろうっていうぐらい食べてない気がする。いつでしょうか、ホワイトシチュー。え、もう食べた記憶が出てこない。ホワイトシチュー多分もうめっちゃ前だと思う。ずいぶん前に、まだ実家に住んでた頃に母が作ってくれたとかかなって感じです。それで昨日食べてたオチだったらちょっとちょっともうみんなから心配されちゃうよ、こんなこと言ってて。そういえば私、そういえば昨日食べた。え、だってホワイトシチューね、外ではさ、そんな、いや多分あることはあるんでしょうけど食べんしさ。え、ホワイトシチューどうする。これでさ、最近めっちゃ最近食べてたら私ホワイトシチュー、今ちょっとね振り返ってる写真を振り返ってます。え、でもないな。2022年っていつでしたっけ。2022年ってさあ、な、2022年、2022年これな、いつ母が作ってくれた
のかな。なるほどね。あ、なるほどね。まあ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 。まあ2022年の頃に食べてましたけども。まあそんなわけで。そんなわけでまあ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 。母が来てくれた時に作ってくれてたっぽいですね。写真を見るに、もうあんまり記憶はないけど私は作ってないので、これは母が作ってくれた。え、記憶がない。え、私メールとかで送った？クリームシチューですね。食べてますね。クリームシチュー。まあまあまあ、この時はもうだから記憶にもないから、パンで食べたかご飯で食べたかも覚えてないので、ちょっと母キロさんがちょっとこの配信をちょっと見てないことを願っておきましょうということで。まあ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 、ちょっと聞いとこう。あれってどういう流れでクリームシチュー作ってくれてたんですかね。聞いとこう。まあちょっとこのまま進めたら、私の記憶が心配なので、次。オムライスのソースはケチャップ派、デミグラス派って。ケチャップ派、デミグラス派。ケチャップ、デミ。ケチャップいいね。デミグラス気分。でも迷うよね。私オムライスは料理の中で一番好きなんですよ。好きな料理は何ですかって言われたら、私オムライスなんですよ。外とかで友達と遊ぶってなった時、どこでもいいよ、好きな何でもいいよ、好きなとこ食べ行こうって言われたら、絶対私オムライスっていうぐらいオムライスが好きなんですけど、毎回迷う、毎回迷う。ケチャップとデミグラス大体あるじゃん。なんかさ、ホワイトクリーム、ホワイトシチューみたいなのとかもあったりするよ。なんかいろいろあるよね。おいしいよね。で、あ、私の答えはその日の気分、これに限る、選べない、どちらもおいしい、選べないです。でも過去の自分を遡ったら、結構デミグラスを選んでるかもしれんけど、ケチャップも美味しいよ。それ赤いやろって。あ、これずるいの。いやでも考えたの、私ちゃんと真剣にどっちかなって、ケチャップとオムライスって思ったんですけど、だってその日の気分じゃん。それを選ぶのですって。二択の意味って、いや、もう選べないさ、選択ってあるじゃん。どちらも本当に同じだったの、私の中で。
でも過去の自分はあれかも、デミグラス選びがちかもしれん。でも今は食べるなら私絶対オムケチャップ、ケチャップ。せやかりんはいつもその日の気分で生きてるイメージって。でもみんなみんなだよ、みんなね、気分に従って行きましょう。意見が合いませんのって本当？意見合わん？あら、めっちゃキノコ入ってるデミグラス派ってわかるかも。わかる。キノコって言ってもさ、なんかあれでしょ、マッシュルームみたいなのがさ細く切られたやつみたいな。美味しいよね。お次は最後、ラーメンのスープは飲み干す派残す派、みんなどっちなんだろう。ラーメンのスープは飲み干す派残す派って、あ、飲み物なの、物による、その時の気分。基本飲む、残す、体調により。ちょっとわかる。ちょっと前提として言っておきたいのは、私ラーメンをなんだっけ、この前5年ぶりぐらいに食べて、そう、尾道で5年ぶりだったっけ。本当に久しぶりに倒れたじゃない。久しぶりに食べたぐらい、あんまり食べないので、ちょっとその時は残してたかな。あ、でも結構飲んだかも、割と飲んだ気がする。その時でも全部は飲んでない。3分の2ぐらい飲んだ気がする。そうなの、72時間ラーメン消化されない説を聞いてから、私それ小学校とかで聞いて、それは怖いって思って、そっからずっとラーメン食べてなかったんですけど。そう、あ、じゃ私の答えはこれです。その日の気分。これもです。その日の気分、その日の気分ね。なのでラーメンはそれ以来まだ食べてないので、多分次また食べるの5年後なので、ちょっと難しかった質問。そう、まさかの連続。2連続同じの出せるメンタルえぐいって。そう、これね、同じなんですよ、オムライスと全く同じやつ出して、これは私だってちょっとこれは悪いかなって思ったんですけど、もう髪がなくて。ちょっとここだけの話ね、髪がもう髪がなくて。ちょっと誰にも言わないでくださいね。もうスケッチブックも全部書いちゃって、もう本当に家中のスケッチブックがなくて、ちょっとそういう理由もあって。そういう理由もね、ちょっとあったんですよね。そう、買わなきゃいけなくなった。意外な事実。そう、なんかさ、家の他にあるさスケッチブックとかもね、こうやって私探してきたけど、もう全部書いてるの、もう全部書いてるので、そう、すごい見つけた、いつかのやつ、いつのやつなんだろうこれ。
多分これも下北 FM さんに出させていただいた時のやつ。今日もこれ見てたらよかった。ツイッター半田さやかフォローしてください。懐かしい、いつのやつだろう。屋久島、表をほぐしてください。懐かしい、というような裏話もありました。裏話もありました。そう、ということでありがとうございました。その裏話は知りたくなかった。それはごめん。それはごめん。ホワイトボード、そうだからさ、もうなかったからさ、他の書かなきゃいけないやつとかさ、ホワイトボードに書いてたの。気づいたかな、このダダーンって言って見てたの、これホワイトボードだったんですよ。使用済みだったのです、だったのです。髪の毛が伸びてきたよ、ごめんなさい。唐突に発作が起きるんですけど気にしないでください。え、でもね、なんかね、切りたい欲はそんなにないかも今。でもなんか長いのもちょっと違う、でも短いのも違う。私どうしたらいいんだろう。私どうしたらいいんだろう。なんか髪、私髪の毛どうしよう。髪の毛なんか長いのも違うし短いのも違うし、この長さキープも違う。違う。もう髪の毛、なんで人間髪の毛があるんだろう。トリさんさんありがとう。もういっそ剃ろうかな、刈り上げようかな、刈り上げようかな。なんか刈り上げたくなってきたかもしれん。それかも、それかもしれん。なんか長いのも違うし短いのボブとかもなんか違う、今の気分じゃないんですよ。刈り上げようかな。そうしよっかな。どういう感じがいいの、刈り上げがいいかな。それかも。マネージャーさんに怒られるんかな。一応ね、美容室とか髪の毛の長さ変えたりするときはマネージャーさんに許可取って切っていいですかって言って行くんですけど、あ、前髪だけ残す、
確かに前髪はねいるもんね。アイドル前髪大切、前髪命なのでね、前髪残そう。ここ横ら辺も残したいな。ここ残してここら辺はもう刈り上げよう。髪の毛ってね難しいよね。どの長さが自分に合うかとかもね難しいです。変顔のショックでおかしくなったって言われてる。変顔変顔？変顔？さしゆきさんありがとう。姫、姫です。めっちゃ似合ってるのにありがとうございます。この長さってこと？でもこの長さぐらいがなんだろう、安定ではある気がする。私原田さやか的には原田さやかという人物的にはなんか無難というか安定な気がするな。今の長さ割ともうちょっと長くてもいいかな。これぐらい、あなんかこれぐらいがこれぐらいの時期が一番多い気がする。どうだろう。そうセミロング。ひょうじさんめっちゃ可愛いギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。あ原田って感じの長さあって、お、そう嬉しい。変顔はもう私記憶から消したんで、封印したので、何のこと何の話かちょっとわからないです。ゆいちさんありがとう、ありがとう。そうなんよね、短すぎたらねアレンジができない問題も生まれてくる。お疲れさんありがとうございます。ペンギンありがとう。なんかね変顔は前回のクラコンの収録の時にさせていただいたんですけど、そのことももう記憶から消してたんですよ私。その記憶をその事実をもう消し去ろうと思って、あのメールとかでも触れなかったしもうあまり一切触れずにね行こうって思ってそう消し去ろうって思ってもう抹消したんですけど、そしたらなんとね今回下北 FM さんにお便りでねちょっと変顔を今日もしてするさやかにしてくれるんじゃないでしょうかみたいなお便りが来ましてね、私の消したはずの記憶を呼び起こされました呼び起こされたんですよ今日。そうそうかもしれん、そのせいでなんかもうなんか借り上げ欲求が今出てきとんかも。ちょっとちょっと私の脳内がおかしなことになっとんかもしれん。なことやったんかもしれん。でももう今日のこともまとめて消し去ったので
そうそうそうまあ何の話かちょっともう分かんないんですけどねそうバグが起こっても借り上げ欲求、私がじゃあもう明日とかに借り上げにしに行ってたら、そのもうメールそのお便りを送った方のせいですねせいなので責任を取ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いしますうん、冗談だよお便りありがとうございました一応フォローしとこう。そう、私メールでケロメール送ってるんですけど、今年からだっけ、お正月ぐらいからケロ日記で送ってて、その日あったこととかを日記的に送ってるんですけど、そのねケロ日記で愛用していたフィルターがねなくなったので、これから仕様が変わります。よろしくお願いします。仕様変更のお知らせ、次からはなんかね、多分アプリが、そのフィルターつけてたアプリがアップデートされて、で開いたらもうねその使ってたフィルターがの存在が抹消されてるんです抹消されてたんです。そう、わかんない、ちょっともう一回探しとく、あったら使うけどなかったの。そう、誰もねそのフィルター人気なかったのかな人気なかったんかな私しか使ってなかったそれはないか。ひろきさんありがとうございます。やっとわかんないけど、アプリの仕様が変わったのかもしれないね。そう、ちょっともしかしたらまたコロコロ変えるかも、フィルター。私メールでさ、最近ちょっと悩んでることがあって、ヒューガヒャンさん、スズランありがとう。悩んでることがあってさ、私結構メール送るとき、なんだろう、開業して文が途中で途切れないように開業して送ってるんですけど、それが結構そう送るのが好きだったんですけど、どっちが読みやすいんだろうって最近悩んできてそうだから、なんだろう、ここ何日かの間でちょっと開業せずに送ろうかなとか思って、多分何通かね開業してないメール送ってる気がする。
取れた。あ、でも今日となんかもう無意識で開業しちゃうから、あ、もう今日のとかはずっと開業してる。あれ全部開業してないあれ開業してないメール確か送った、どっかで送ったんですけど、なんか見る限り今開業してる無意識開業してるけど、あれおかしいな開業してないメールも多分 どっかにあるんですけど、どっちが読みやすいんだろうって思って。どっちが呼びやすいんだろうっていう悩みがあります。あ、でもありがとう、読みやすい、読みやすいって嬉しい。そうなの、めちゃめちゃ読みやすい、本当。おお、じゃあこのままで行こうかな。あ、このままで行こうかな。なんか文句言ってる人いたのって、いやいや全然そんなことじゃないです。他のさメンバーのメールとか見てたら、開業あんましてないなってことに気づいて、でも読みやすいなってすごい思う。開業してないのも読みしてないの読みやすいなって思ったから、もしかしたら開業しない方がいいんじゃないかなって思ったんですけど、じゃあじゃあ開業しても読みやすいと言ってくださってくださってくださるので、開業しよう、やったその日の気分で自然体で送ってもらって。あ、じゃあちょっと開業してないバージョンも時折ちょっと混ぜ込む。え、私送ったよね開業、あれ私の開業してない開業してないメールがどっか消えた、ちょっと探していい？ちょっと開業、そうちょっとメール見返して思い出したけどさ、私2日間連続ね黒猫に前を横切られたんですよ。なんか怒るのかな。おかしいな、私開業したつもりだった、してない、開業せずに送ってたつもりだったけど、もう無意識で開業してるみたいですね。ちょっとあえて開業せずに送ってみよう、明日のおはようメール。そうしよう。なんかね謎にこだわっちゃう、そこなんでだろう。なんかおはようツイートとかもさ、あの文章がなんか途切れないように、途切れないいい感じのとこで開業したくなっちゃうのなんか謎なこだわり。全然意味はないんですけど、謎にこだわっちゃいますね。わかる？
お悩みだったんですけど解決しました。ありがとうございました。自分も開業しがちって一緒やん一緒やん。4月28日のメール、え、そんな前、そんな前のメールで開業してなかった？4月28、待って、なんかのメール消しちゃった。これは違うやん、これは違う。このメールは違うよ。このメールはあれじゃん、推しの子、推しの子のさ、アニメ推しの子について永遠に語ってる、なんか早口で語ってる文章じゃん。早口メールじゃん。これはちょっとね、ちょっとあえて、まあこれもあえて開業しなかったんですけど、そう、これ早口メールなのでね。推しの子の最新話見たい。次6話だっけ、もう出とるんかな。あ、もう Amazon プライムにある。ちょっとこの後見ます。5月10日のメール確認します。5月10日、あ、ケロ日記ですかこれ。あ、これこのこれなんだろう、これはよくわからん。これはよくわからん。これはよくわからん。どういう気持ちだったんだろう。ケロ日記ってね、だいたいその日あったことを書いてるんですけど、この日はなんか特殊な、よくわかんないこと書いてますね。え、最新は気分が沈んだの？あ、そうなん？じゃあ寝る前に見ない方がいいかな。え、でも見よう。ねえ、このね、5月10日はなんか、なんだろう、好きな時間みたいな、心がほっこりするみたいなのを書いたの。好きな音楽を流してぼーっとする、自然の中で呼吸、深呼吸、絵を描き始めて乗ってきた時、人の温かみを感じるおにぎり、ふと感じるお線香の匂い、お風呂上がりに飲むお水、生きてる、なんか生きてる幸せを感じる時、心が落ち着く時間を描きました。アイドルしてる時それもね書こうと思ったんだけど、なんかさ、ほっこりみたいな、なんて言うんだろう、人の温かみを感じるおにぎりみたいな、そういうあれだったから、アイドルはなんて言うんだろう、逆の喜びかなって思ってちょっと変えた、書かなかった、あえて。そう、上がるタイプの、テンションが上がるタイプの喜びかなって思って。
なんかさ街とか歩いててさすごいふとさお線香のさ匂いを感じたらなんかなんだろうわってなる。アニメ大好きのさやかりんちゃん、今期の隠れ名作アニメを教えてけろ。え、私もねまだ今期まだ 3個しか見れてなくて、ちょっとこれからいろいろ見ますので、また聞いてください。また話そう。逆に教えてほしい。何見てる？そうなんですよね。アニメ見れてない、辛いって。ぜひゆっくりゆっくりできるときに心置きなく見てください。ドクターストーン私も見てる。ドクターストーン面白い面白い。なんかずいぶん前に漫画も読んだ気がするんですけど、もう漫画の内容を忘れちゃったからまた読みたい。アニメ好き、アニメ、漫画好き。せやかりん USJ 行こうってなんか友達がいるお友達だ。じゃあ今日はこれぐらいで終わろうかな。終わろうかな。みんなじゃあ明日は金曜日だけど。みんな友達やん。USJ 行こうって。行こう行こうって。みんなで行こう。ありがとうございました。お疲れ様でした。あと8時間8時間はねちょっと長いかな。みんなオールして朝を迎えることになるけど大丈夫。セクチャーナーさんお疲れありがとう。壇上かご、何の話したっけ、何の話したっけ。壇上かごじゃないね大丈夫そう、大丈夫そう。
んかさ、すごいね、 iPhone の絵文字がいっぱいあるね。iPhone なんか新しい絵文字が使えるようになってて嬉しい。あ、もうすごい、なんだろう、震えてる顔みたいな絵文字とかさ、どういう時使うんだろうって思って。そう、今バグが発生してます。私ちょっと自分のね記憶をいじったので、ちょっととある記憶を消したりしたので、ちょっと今バグが起こってるんですけど、ありがとうございました、話してくださってありがとう。ひろきさんもありがとう。おつした、おつした、皆さんも一日おつした。おつしたって何？おつした。おつしたって何？おつした。靴下。おつ。お疲れ様でした。お疲れした。おつした。おつした。じゃあ皆さん。本当にね、もう生きてるだけで偉いので。今日もゆっくりと休んで、自分を褒めて、地獄定感上げ上げで、明日も生き延びましょう。ということで、ワイリンガルさんお疲れありがとう。壇上を読ませていただこうと思います。13位、新潟のひろきさんありがとうございます。12位、みっちゃんありがとうございます。11位、末っ子長男さんありがとうございます。10位、鳥さんさんありがとうございます。9位、かずさん、さやかりん、たのしありがとうございます。8位、こうさんありがとうございます。7位、匿名希望のトラさんありがとうございます。6位、ツナさんありがとうございます。5位、ゆずきちさんありがとうございます。4位、ヤマイさんありがとうございます。3位、カズサさんありがとうございます。2位、お疲れさんありがとうございます。そして1位、翔一さんありがとうございました。パチ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 、ありがとう。下北 FM 生電話出れずにごめん、大丈夫、お疲れ様です、ありがとうね、電話しようとしてくれて。そして明日大吉の方はオアさんです、おめでとうございます。パチ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 じゃあということで、みんな今日もお疲れ様です、ありがとうございました。皆さんの記憶もいじって、私が変顔してる記憶はもう消します、消しました。消しました、皆さんの脳内をいじりました。ので明日とかにちょっと刈り上げにしたい欲求が皆さんも出てくるかもなんですけど、
それはごめんねえ、何の話だっけって何だっけだそうだよね、うん、ごめんごめん、なんでもないよだちょっと副作用があったらごめんねはいということでねじゃあ明日からも一緒に生き延びましょう、頑張りましょう。ということでゆっくり寝てね、いつもありがとう、今日もありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさい、またね、おやすみなさい、バイバーイ、良い夢を。